ゆうこすもてチャンネル。皆さんおはようございます、ゆうこすです。はい、起きてリアルに5分です。今日はですね、この後イベントがあって、イベントの時用というか、お仕事の時用の本気の映えメイク、まあお仕事用メイクですね、をやっていきたいと思います。ちょっと寝起き5分のテンションですいません。というわけで、あの洗顔をした状態です。5分で洗顔しました。というわけでね、早速ちゃんとしたゆうこすになっていこうと思います。それでは動画スタートです。さあ、はい、もう何も見えません。まずはカラコン入れていきます。チューズミーのブルーライトセーブの、これはね、マロンラテ、マロンラテというカラーを入れていきます。これはね、ナチュラルで可愛いんですよ。で、ブルーライトもセーブしてくれるから、私ずっとスマホ使うからさ、これはいいんですよね。ワンデーで楽だし、やっぱ比べると全然違うの分かりますか。こっち入れたんだけど。さあ、メイクやっていきますか。はぁ、別に嫌なわけじゃないんだけどね、ちょっと HP を消費するから。まずは化粧水、ユアンの、BQ トリートメントローションを使っていきます。結構さっぱりしてるので、これで軽く拭き取るような感じで。うん、香りがいい。やっぱ朝から香りがいいとね、それだけでテンションが上がるよね。続いて、あのヘアメイクアップアーティストの永井香織さんってご存知ですか。永井香織さんがユアンの、あ、こちら最初ね、私スキンケア全部ユアンだからユアンタイムです。 BQ モイストミルクリセットマスク、シートマスクなんだけど、シートマスク永井香織さんも使ってくださっていて、メイク前に使うの意外とおすすめって言ってくれてたので、メイク前に最近使ってます。もう歯科成分とかコラーゲンとか幹細胞とか、私が入れたいものを全部入れて、でこのパックのシートが世界で唯一の製法なんですよね。とにかく良すぎパックなんで、よかったらググってください。よし、これでちょっとまず15分間起きながら首とかのマッサージをしておきます。このちょっと余った液を使ってね、ゴリゴリリンパを流す。あとこの辺のマッサージとかも大事。あんまり言いたくないんだけど、本当はよく全裸でメイクやってます。そっちの方がね、この辺がやりやすいからね。では15分置いていきます。はい、というわけで15分経ちました。うん、いい感じ。ピンクで可愛いでしょ、パック。ミルクタイプだからすごい保湿されて、やっぱね、メイク前の保湿は大事なんですよ。で、このまま液量が多いので、このままフェイスマッサージいっちゃいます。はい、終わりました、マッサージ。で、この後にオイル塗っていきます。今 BQ トリートメントオイルですね。やっぱツヤをね、スキンケアの時点で仕込んでおくことが結構大事だから。うん、うん、これでもかってぐらい保湿してますね。で、最後に軽くティッシュオフします。よし、で、肌表面触って、うん、このぐらいがちょうどいいかなっていうのをと自分で探ってみて、表面がサラついてるのに内側がめっちゃしっとりしてるようなぐらい。鼻の人とか意外と忘れがちだから、こうやってトーンアップ効果も期待できるんだけど、なんかちょっとこう、もうこれだけでも下地塗ったような感覚の肌トーンがね。じゃあまずはですね、使っていくのがコフレドールのスキンイリュージョンプライマー UVN のラベンダーと、マックのストロボクリームピンクライトです。これがね、すごいトーンアップしてくれるし、毛穴とかを飛ばしてくれるの。だからこれがもう最近大好きで、 UV 効果もあってそれも最高だし、でこれと MAC のストロボクリーム、これが結構ね、キラキラ感というかツヤ感をすごい出してくれるので、やばい、もうほぼ出てこない、使いすぎてる。あるあるよね。これとこれを混ぜ混ぜしまして、ね、塗っていきます。ツヤすごくない？ツヤすごいし、ちょっと軽くトーンアップしたの分かりますか？なんかそんなに不自然じゃないのがいいよね。まぶたの部分とかも忘れずにこう塗ってあげると、すごく透明感がアップしてくれるので、パープル入ってるから、まぶたの部分とかも忘れずにしっかり塗り込んでいきます。最後にちょっと密着をね、させーの、
で、続いてファンデーションなんですけど、こちらスックの新作です。ザ・リクイドファンデーション115番。これね、スック史上なんか最高のファンデーションって言われてるらしいんだけど、もうツヤ感とカバー力がすごいので、本当に少量で、なんか最近隠しすぎてもちょっとあれかなというか。で、スポンジでぼかしていきます。ちょっとね、様子見ながら。薄付きなのにカバー力が高くて、これはすごい好きですね。私どうしてもこの辺だけちょっと赤みが出ちゃうので、この辺だけちょっと重ねて、すごいいい感じじゃない？うん、顎塗るときはうん、レッケキワキワまで塗りましょうというわけでファンデーション塗り終わりました。結構ツヤ感が出たし、かなり綺麗になったんじゃないかなと思います。うん、薄付きだし。で、続いてナーズのラディアントクリーミーカラーコレクターの00251番です。名前が長いんじゃ。これすごいみずみずしくて、カルディコンシーラーなんですけど、オレンジ色なのでクマを隠していきます。で、クマなんだけど、あんまりこうがっつり隠しすぎちゃうとちょっとこうシワっぽく見えちゃったりするので、ここら辺、ここら辺に入れて、まずは目のこっち側だけを潰していきます。余ったやつで後ろに持っていく。やっぱこっちの方がクマってすごい強く出るから、こっちだけ潰して残ったやつでこっちに持っていく。そしてほら、冷えでしょで、ポンってなじませます。続いてザ・セムのチップコンシーラーです。私はね、ライトベージュっていう明るい方を使ってます。これはもうここのとこでこうめちゃくちゃしごいてですね、ほんと少量しかつかないようにして、気になるニキビ跡とかを消していきます。これカバー力すごい高いんだけど、がっつりつきすぎちゃうので、そこだけ気をつけてください。ほんとに少量でいい、これに関して。続いてまだベースですアンドミーのグローハイライターです。これでね、ツヤ感を出していきます。わかるかな、このツヤめっちゃ綺麗だよね。この後にパウダー乗っけるから、結構がっつりめに入れちゃっても大丈夫。と、目頭にちょっと入れます。キラリン、ちょっと目頭というかここら辺、目がキュッとして見えていいですね。で、ちょっと高いんだけど、こちら、エレガンスラプードルのオートニュアンスの1番です。これは、もうみんな結構見たことあるんじゃないかなと思うんだけど、こういういろんな色のパウダーになっているから、毛穴をかなり飛ばしてくれるんですよ。これをですね、結構丁寧にベースを作ったので、ウェーって塗っちゃうと、ベースが崩れちゃうので、チークブラシ、これ3のチークブラシなんだけど、3のチークブラシを使って、もう置くように、トン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 と、はい、これでツヤがありつつの、ちょっとセミマットな、すごい綺麗な肌作りができたんじゃないかなと思います。で、続いてですね、アベンヌのリップクリーム。最近ここにハマっていて、リップクリームで保湿をしておきまーす。この時点でリップ塗っておくといい感じに馴染んでちょうどいいのよ。よし。ほんでもって、眉毛いこうかな。使っていくのが、デジャブのパウダーペンシルアイブロウです。の、ウォームブラウンっていうカラーと、ででん。使用感やば。3のアドバンスドアイデンティティアイブロウマスカラの05番です。でも私ね、そもそももう前サロン行ってて、そんなにするところがないんだけど、とはいえ、毛と毛の隙間に色が塗ってないとちょっと間抜けないとなっちゃうから、これ埋めていきます。これね、パウダーになるんですよ。それが便利。こう、流すとパウダーになるから、これで軽く、うん、シャカシャカシャカーと描いていって、眉頭もしっかり描いていきます。まず足りないところを埋めていって、その後に全体的に色を入れていくという。そんで、ここからが大事。ちゃんとぼかしていきます。で、眉頭はもっとぼかした方がいいので、目をふーんってやって、上下にぼかすと結構ぼけてくれるんですよね。よし、こんな感じ。で、眉マスカラ、これがね、すごいチョコっぽくて可愛いカラーなんですよ。可愛くない？チョコカラーなので。軽く眉
眉毛を立たせるような感じで眉頭塗ってって色をつけていきます。いい感じで、眉塗ったらその次リップいきます。そっちの方がバランスが取りやすいの で、リップをさっきしっかりめに塗った理由が、ティントは私絶対塗れなくって、唇弱いから、けどイベントの時は絶対落としたくないから、これが落ちづらいんだけど、落ちづらいものってさ、ちょっと唇に強かったりするじゃないですか。だからしっかりめにリップクリームを先に塗っておきました。はい、こちらです。ちょっと犬に噛まれました。イブサンローランのルージュピュールクチュールベルニベルニクリームの416番です。これがね、色が結構パキッとした赤、こんな感じ。でもオレンジがかった赤ですね。結構ブルベさんでもイーベさんでも使いやすいカラーなんじゃないかな、知らんけど。塗るときはちょっと上の方ちょっと軽く多めに塗ると眼中短縮効果があって良い、こんな感じです。軽くティッシュオフします。続きまして、アイテム多いね、使うのね。ツックのシグニチャーカラーアイズの02番です。陽光色のこのカラー、もう結構使ってる形跡があるんだけれども、これを使って目全体に入れていきます。イエベ大歓喜みたいな色です。二重幅に入れて、その後骨格全体的に入れていくという、ナーズのブレンディングブラシっていうのがあるんですけど、ブレンディングブラシでこの辺をこうなじませていきましょう。これだけで目にこう深みが出たよね。下まぶたのまつげの隙間にも入れていきます。うん、いい感じ。はい、こんな感じでございます。そしたら次にこのキラキラを取ってアイホール全体的に入れていきます。中央がメインなんだけど、ちょいにトントントンと置いて、で両サイドにぼかす。イベントは目立ってなんぼなのよ、裏目全開。はい、続いてセザンヌの各二重アイライナー、私は、影用ブラウンという10番のカラーを使ってます。これで涙袋を描いていくんだけど、最初から最後までグイーンと入れちゃうとちょっとやりすぎ感というか出ちゃうので、と洗って入れる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 、ここまでにして、これだけだとちょっとやりすぎ感がすごい出ているのでぼかしていきます。うわ、手にリップついてた、最悪。いい感じに涙袋がこっちの方が強調されてるの分かりますかね。さあ続きまして、エリミューのピックミーアイズグリッター3番の T12 というこのキラキララメを使って、今作った涙袋のこの中央に置きます。こんな感じで、それを両サイドに広げていくぐらいにしないとちょっとラメがつきすぎちゃうので、こんな感じでチョンって入れて、それを広げていくというやり方です。チョンと置いて広げていく、かわいいですね、キラキラが。で、ビューラーします。キラキラ作るのにこれでグラデとかも作っちゃうとちょっとやりすぎ感が出ちゃうので、私はラメを足す時とかイベントの時は意外とね、単色でグラデを作っちゃってますね。よし、で使っていくアイライナーなんですけど、この2本です。キャンメイクのクリーミータッチアイライナー02番とビセのブラウンズクリーミーペンシルのアーモンドブラウンです。なんで2本使っていくかっていうとね、色の違いがあって、はい、こんな感じです。こっちがビセの方、こっちがちょっと明るめなんですよね、オレンジがかった感じで、こっちがちょっと暗めのダークブラウンっていう感じなんだけど、今回オレンジメイクをしているので、この黄みがかったアーモンドブラウンがすごくちょうどいいんですよね。で、目尻に塗ってこんな感じで、目の隙間をこんな感じで埋めていきます。これで簡単なグラデっぽく見えるぐらい色がこのアイシャドウにすごいぴったり合っていて、軽い色だからしっかり埋めてもそんなに重く見えないという、やっぱ描く描かないじゃ全然違うので。で、次にこのキャンメイクのカラーを使って目をムーンって開けて、目尻だけこのカラーを入れます。なんでかっていうと、まつげの延長っぽく見える。こう見たら、まつげの色と合ってるから、目の幅がすごく大きく見えるので、こだわりすごくない？どっちもプチプラだしね。いいですよね。で、反対側もやっていきまーす。
続いてラストマスカラ、あ違うまだラストじゃないヒロインメイクのロング&カールアドバンスドフィルムの01番ブラックです。やっぱねブラックでバチッといかないと、ね、いけないですから。もうこの角度で絶対にこのグラーデを作ったこの二重につかせないぞという気持ちで、これ全然ダマにならないしね、ふさふさのまつげにしてくれるんですよ。可愛くない？もう長いことこれ使ってる。もう最近はどのマスカラも普通にいいよね。プチプラもデパコスも。うん、下まつげもしっかりね。よし、でラストはチークです。このバランスを見ながらチークを塗っていきます。おー、ユーコスになってきたね使うのがラカの、ジャストチークの01番のマーズというカラーです。ちょっと目の下の中央よりちょっとこっちぐらいから斜めに入れていきます。目の下にポンと置いちゃうとなんかラメがね目立たないのよ。ラメを今日は見せたいので。はい、というわけでメイクがやっと完成しました。長かったでしょう、すいません長くて。じゃあちょっと髪の毛も整えてきます。はい、というわけでメイクの完成でーす。イベントに行くぞー髪はねルーズにミックス巻きしました。毛先だけ外はね。というわけでこれからイベントに行くんですけど、私の本気のイベント前メイクどうだったでしょうか。ゆうこその寝起きと比べると全然違うでしょやっぱ華やかになりますよね、本気でメイクをするとね。よかったらぜひ参考にしてみてください。というわけで今回の動画がとても楽しかった参考になったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。